はい、どうも、メンヘラおじさんです。お疲れ様でございます。髪もボッサボサでございまして、と。ああいうところなんですけども、まあ、今日電車に乗ってて、まあまあ、結構前からね、思ってたことなんですけども、JR とか地下鉄の、広告がだいぶ減って、特に JR の西日本ですね。本当に JR 西日本の旅行企画か、まあ、西日本系のものだけ、になってきてるなっていう風に感じる今日この頃でございまして、あの広告のあの掲載量なんぼなんやろうっていうのがすごい気になったんですよね。と、まあ、それと同時に、地下鉄ですね、大阪メトロで乗るんですけども、まあ、中吊り広告ですね、手掴むところの広告、あれも結構気になってて、あれ何本ぐらいすんねやろっていう風に調べたら、なんか意外と高くないぞっていう風に思ったので、ちょっと喋ろうかなと思ってます。で、まあいつからだろうな、まあ景気悪くなってから、アイフルとかアコムとかそういう言うたらキャッシング系はすげえ増えたなと。いうところと、あとミューゼプラチアムとか、脱毛系ですよね。100円でどうですかみたいなのは、前から多かったけれども、それすらないような車両とかもあるんで、まあ広告費大変なんやろうな、というところで思ってました。あと、なんでしょうね。まあ学校を、大学とか、もう結構シーズン的にはあったりもするし、なんだろうな。まあそんな感じですか。あとは、まあ、新幹線とか乗ったら住友ベイクライトとかね、デジタルサイネージじゃないですけど、文字だけのやつでビャーンと出したりするようなものがあったりしますよね。あれは結構、まあ、ビジネス向けでやってる、イメージはあるんですけどもね。ちゃんとお客さん狙ってっていう感じなんですけども、大阪メトロのね、なんだろう、追加広告なんかは、言うたら、天下茶屋のすき焼き屋さんが出してるとかっていうやつもあるんですよ。見たことあるんですけども、あとは、まあ、言うたら、なんとか法律事務所とか、社労士事務所とかね、年金関係、障害年金関係とか、あと過払い金、その辺の、言うたら、まあ、侍業ですよね。っていうのが、まあ、結構あるな、というところで、まあ、特に、その、すき焼き屋さんとか、わけわからんな、と思ってたんですよね。なんだろう、と思ってたんですよ。そんな金どこにあんねん、とか思ってたんですけど、見たら、月7万5千円で出せるみたいなんですよ。出せる量っていうのが、一つの車両の、一つの車両じゃない。一つの電車の中の三つの車両、三車両で、釣り革広告1年出せて、90万っていうのがあったんで、まあ多分これ結構安いんだろうな、というふうに思った次第です。で、まあ他のその JR 西日本、まあさっき近鉄見てたんですけども、掲載期間短かったりするんですよね。だからそんなんやったら、まあその御堂筋のところで7万5千円のものをポーンと出せたら、まあ、特に弱小の YouTuber、まあ YouTuber は個人商店かわかんないですけども、弱小個人商店やったら、別にそれでもですね、通勤時間って結構御堂筋乗るんですよ。なので、それなりに効果あったりするんじゃん。まあ特にそういうところに広告出せるっていうだけのお金の余裕があるっていうところと、あと人って自分で調べるってなかなかしないじゃないですか。最近食べログとかいろいろ調べる人いますけども、調べる層と調べない層ってあって、まあ、言うたら IT リテラシーによって違うけれども、言うたら混雑しているところの、窓際広告とか、新聞広告ってやっぱ見てしまうもんなんですよね。だって法律事務所だって料金帯域相場一緒やったら、あとは知ってるか知らんかのだけの話ですから、じゃあ橋本徹さんのところにお願いしようかなとか思うようなもんですよね。まあそうじゃなかったらホーテラスに行って、別に先生指名じゃなくてフリーで行くぜみたいな。そんな感じなんで、個別の先生の名前を知るっていう機会がそもそもないんで、そういうところに広告バカすか出すっていうのも一つかなと。まあまあもちろん車両が山ほどあるんで、それにぶち当たるかどうかわかんないですけども、7万5千円やったら、月7万5千円の90万やったら出す人いるなと思うんですよね。大阪メトロはそういう意味ではね、結構、広告がバンバン乗ってるんで、多分お安くできてていいんかなというふうに思った次第でございます。まあ、よそのところも見たんですけども、ベラボーに高いかと言われたら、その車両を見つけられるほどの、ボリュームを打つとそれは高いけれども、一車両ちょっと打ってみようかぐらいの感じだったら全然打てるなと思ったんですよ。っていうところで、なんかそういうなんていうんですかね、
大商談に構えて何かをするっていうんじゃなくて、本当にちっちゃくちっちゃくやっていって、一件二件取るぜぐらいの感じでやるんやったら、あ、実は、どっかの看板になんか書いてもろて、うんぬんよりも、そういう釣り革広告とか電車の広告にピョンピョンって、載せるのは決して悪い手じゃない。まあ、特にその、オフィシャルチックになる意味でね、悪い手じゃねえんだな、というふうに思ったのが、まあ、今日の感想でございます。はい。そんなところで一本動画終わります。で、これのショートを出して、で、あと、1200人登録者行ってからですね、15人ぐらいいきなりビャーンと増えたんで、まあ、その辺の YouTuber 的な話、弱小 YouTuber 的なところの、まあ、言った話もしたいな、というふうに思っておりますので、よろしくお願いします。以上です。